ダリオ・ダイネルリは、イタリア・トスカーナ州、ポンテデーラ出身の元サッカー選手。現役時のポジションはディフェンダー。エンポリー FC のユースに所属して、サッカー選手としてのキャリアをスタートさせ、カブリーグを渡り歩いていたが2001年より所属したブレシア・カルチョにおいて徐々に頭角を表していった。2004年7月にアクフ・フィオレンティーナへ500万ユーロで完全移籍し、 センターバックのレギュラーポジションを獲得。所属2シーズン目となる2005から2006シーズンから首相を務めていた。2006から2007シーズンはセリエ A 復帰から2年がかりで熟成されてきたディフェンスラインを統率し、リーグ最小失点となる研修を築いた。2010年1月、ジュゼッペ・ビアーバが対談したジェノア CFC へ250万ユーロの移籍金で、 完全移籍することがクラブから発表された。2012年1月、AC キエーボベローナにレンタル移籍同年8月に完全移籍へ移行。2018年8月、セリエ B のリボルノへ移籍本シーズン終了をもって現役を引退。引退後は2010年から5年にわたって首相を務めたフィオレンティーナに技術部門のスーパーアバイザーとして復帰した。 イタリア代表としては、マルチェロ・リッピ監督時の2005年6月11日、エクアドル戦で、国際 A マッチ初出場。監督が、ロベルト・ドナドーニに代わってからも招集されていたが、リッピ再任後は招集されていない。エビ東京、イ代表長身 DF 大ネリ獲得へ、日韓スポーツ、ゲノアプレジデントエンリコ・プレチ王子。 d a r i o d a i n e l, l i h a s o f f i c i l l y g o i n e d f r o m f i o r e n t i n a g o a l c o m 2 0 1 0年1月12日閲覧アコードラガントパーデネスリーアルケノアフィオレンティーナ公式2010年1月12日閲覧ありがとうございます